どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はアーティスト語りの回でございます。えー、僕がちょっと知ってるアーティストを喋るといった感じで、えー、懐かしい曲とかをね、ちょっと紹介というか、えー、まあ僕もちょっと聞いてたようぐらいな感じなんですけれども、まあ、すごく有名どころから、えー、僕がすごく好きな、好きすぎるアーティストから、えー、そんなに 知らないけども、ちょっと知ってるぐらいかないろいろこうアーティストによってはこう、熱量が全然違ったりするんですけれども、少しでも知ってたらちょっと喋ろうかなという、えー、意気込みでやっておりますが、今回は、えー、本当に全然大した知らないアーティストなんですけれども、3組紹介したいと思います、えー。まず最初はですね、松田ジュリアさんですね。はい。シンガーソングライターみたいな感じで、えー、いますけども、1989年デビューですね。 はい。で、僕が知った曲は黙ってないでですね。多分これ結構売れた曲なんじゃないですかね。はい。ランキングにも登場してるし。で、その後、その次ではないとは思うんですけど、負けないブロークンブロケンハート。はい。it 負けないブロ o k e n h ですね、はい。この曲がまあ僕一番なんか馴染みがある感じですね。 松田ジュリアさん。それ、その後ね、曲出してるんですけど、僕全然、あの、拝見してなくて。で、まあ、ランキング的にもちょっと売れなくなってっていう感じなんですけど、未だに、あの、やられてますね。一応シンガーとして。なんかちょっとロックテイストな雰囲気が出てて、それが今、雰囲気っていうか見た目とかもそういう感じになってるっぽいですね。まあ、今現在がどうなのか、ちょっとあれですけども、まあ、僕が見たネットの最新の情報によると、はい。 やられてるという感じで。松田ジュリアさん。懐かしいですね。続きまして、森下玲香さんですね。はい、1993年デビューで、旧芸名が西田智美という、はい。なんか聞いたことあるような名前なんですけれども、まあ名義が変わってるという感じですね。で、僕はもうこの人は一曲しか知らないですね。傷つけてプレシャスラブですね。CM でかかってましたよ。ジュエリー負けだったかな <laughs> 愛せなくなるくらいに傷つけてプレッシャスラブですよ。ええ、なかなかあの声が伸びていい感じで聞いてましたよ。結構難しい曲なんですけど、なんか余裕しゃくしゃくに歌いこなす感じが、ええ、すごく印象的だなという。で、この方もあの、今も続けてますね。はい、シンガーとして。で、曲もね、出してたんですけど僕全然知らなくて申し訳ございません。なかなか あの、ま、あお年なんですけど、あんまり変わらない感じの、ずっとね、歌と向き合ってきたんだなっていう感じが、なんか想像できるんですけれども。森下玲香さん。この曲だけでもね、知らない方は聞いてもらえたらなと思います。最後最後ですね、ミンクですね。はい、ミンクさん。同じ名前で、韓国のシンガーかな出てくるんですけど、それとは違くて、日本のシンガーということで、今やってないのかな本名が山本美恵さんっていう、 方なんですけれどもなぜミンクかって言うとそのミエ,ミエくんミーくんミンくんミンクになったそうです <laughs> あそうなんだ <laughs> 僕はこの人都も1曲しか知らないんですね、はい、絶対きっと好きっていう曲があるんですよドラマの毎度お邪魔しますに、えー、主題歌として 使われててそれで、まあ、ランキングで登場してたから知ってるっていう感じなんですけども絶対ききっっと好きだってあででででですいませんめっちゃ適当に歌ってはいそんな感じの歌なんですけどねそこまでヒットはしなかったですけども、はいまあ、印象的な曲だなっていうので僕は聴いてましたねミンクさんこの曲1994年かな4年か5年ぐらいですけども今はやられてなくてでも最近の、えー、とお姿が まあ、SNS 系とかで見れるみたいです。はい。こんな感じですね。えー、まあ、だいぶお変わりみたいな、えー、感じなんですけれども。はい。というわけで、今回は、えー、3組、松田ジュリアさん、森下玲香さん、ミンクさんを、え喋、ー、って。 てみました大したね、掘、えーね、り、葉掘りではないですけれども、まあ、紹介といった感じで、えー、知らない方に知ってもらえたらなと思っております。もともと知ってるって方は、あ懐かしいなと思ってくれたらと思います、えー。高評価お願いいたします。何か意見、物申したい方はコメントください。二次論戦終わりたいと思います。さようなら。